や、いよいよ第15章まで来ましたね。こっから熱い展開の連続ですからね。その男の名はシセル。10年前、リンネという名の少女を人質にとって隕石に撃たれて死んだ。その男の名はシセル。今夜、町外れのゴミ捨て場でリンネという名の刑事と会い、銃弾に撃たれて死んだ。まあ、ここまでね、いろんな情報を、まあ、見て聞いてそこまでたどり着いたんですけど、電話線の向こうに待っていた光景はある種決定的だった。この手につかみかけた記憶が再び闇の向こうへ遠ざかる。今回で全て打ち砕かれましたね。そこにいるわけですから、私は私を目撃した。まあ、つまりこいつと私は別物ということですよね。はっきり言っちゃえば。しかもカバネラさんぐったりしてましたね。やっとつながったな、シス司令官。シセル君かね。今までどこにいた？探したぞ。やり残した仕事を片付けていた。少し遅くなったが、あんた方も随分俺の邪魔をしてくれたな。我々は取引の条件は全て守っているはずだ。それ以外のところで君に口出される言われはない。それについては会ってから話をしようか。電話での連絡はこれが最後だ。会えるのを楽しみにしているよ。今から1時間後到着する。楽しみにしているよ、シセル君。向こうは向こうでいろいろ企んでるんですよね。夜明けは近づいていた。私の闇は一層深い。しかし私は知っていた。夜明け前の闇が最も深いということは。いや、こっからの話は確かに濃いですね。いろんな意味で。いよいよこの取引も大詰めだな。はい、準備はすでに完了しております。こいつらもいよいよ動き出すか。先ほど報告がありました。光が見えてきたそうです。ほうほう、どれどれ、見せてみろ。まあ今一体どこにいるのかっていうねことですよね、こいつらがね。思えばもうこれもなんかそういう感じだもんな。なるほど、近いな。ではケーブルから離脱します。到着するまで電話は使えません。わかった。まあ、何か移動してるってことですよね。いや、まさかのまさかの潜水艇っていうね。残念だったな、カバネラ警部。あんたごときじゃ俺を止められなかったわけだ。もう亡くなってしまったと、カバネラさんも。それじゃあお別れだ。喋ってる、動いてる、普通に。いろいろ新鮮ですよね。やはり青い男たちと私は取引があるようだ。私っていうのも変な感じしますけど、そうなると私を殺害したのは彼らではないのか。あ、まあそうなりますね。殺す理由がないですもんね。とにかくこの白い警部さんの死の裏には何かがある。本人に聞いてみるとしようか。いや、もうそろそろいろんなことが明らかになってきますね。おい、あんた、目を覚ましてくれないか。いろいろ聞きたいことが山のようにあるんですよね。やれやれ、気絶しているか。まあ、いつものように。命を奪われてからまだ時間が経っていないようだな。とにかく死の4分前に戻ってみるとしようか。何が待っているか怖い気もするが、答えがそこにあるのなら
目をそらすわけにはいかない。まあそうですね、私の秘密は私から聞かせてもらいましょうか。そんな私とのやりとり拝見させてもらいましょうか。死刑囚が叱るべき報いを受ければ人質は助かる。執行を急ぎ連絡を待て。以上だ。なるほどね、玉寺さんは言わされてたわけだ。ご苦労様、警部殿。便利だな人質ってのは。この国で最も優秀な刑事さんも自由に操ることができる。どうした、体中の折れた骨がきしむかい。あ、もうボロボロなわけですね、カバネラさんは。もうこの状態でどうだ、その痛み、生きてるって感じかな。なぜこんなこと。優秀な刑事らしくない質問だな。聞くまでもないだろ。復讐だよ。10年前俺の命を奪ったやつらに対するな。ほうほう。なんか確かジョードさんの話だと隕石でやられたんですよね、この人は。困るな、バカなこと言ってもらっちゃ。君の命を奪ったのは隕石だろ、お忘れかな。あ、違う、何なんだこいつは。俺は殺されたんだ、あんたたちに。こいつは一体。まあもう死んでるわけですもんね。まあじゃあどうして動けてるのかっていう疑問もあるんですけど、あの日無実の俺を追い詰めたジョート刑事、まあこいつもう知ってるだけでも2回死んでますもんね。走っている俺の目の前に現れた娘リンネ。リンネ、あの子はただ公園で遊んでいただけだ。あのガキがいなければ俺は人質なんか取らなかった。まあ、なんかむちゃくちゃな理論だな、それは。そいつは随分とまあ勝手な言い分だな。そして最後が貴様だよ、カバネラ警部。僕か。カバネラさんは今んとこそんな関わってないですけどね。貴様があんなことをしなければ俺はあの子に銃を向けることはなかった。真っ白な経歴、それが自慢なんだってな。まあ、ある意味一番恨んでんのはカマネラさんなのかね。そんなあんたのたった一つのシミがあの事件だった。その真相を知っているのは2人、この俺とジョード刑事。今夜の処刑、あんたにとっては好都合だったんじゃないか。あんたのシミを知る人間が1人消える。だからあんたはあの脱獄に手を貸さなかった。そういう男なんだよあんたはな。まあ、手を貸すも何も全部この人の知らないところで行ったわけなんですけどね、脱獄はね。君に話すことはないよ、めんどくさいんでね。まあ、カマネラさんもいろいろパニックだと思うんですよね。あ、撃った。いろんな情報が急に飛び込んできて、うわぁ。まあそうですもんね、もう死んでるわけなんですもんね。あの熱いね、夜間のところでも火傷もしないし、銃に撃たれてもへでもない。バカな。それじゃあカマネラ警部の、あんたのコートにでかいシミを作ってやるとしようか。やっぱこいつも死者の力、つまり死者なんですよね。こいつは俺の取引の条件でもあってね。アシュタールを知る者は全て消去する。いや衝撃ですよね、衝撃。この私が復讐、何のことだ一体。ねえねえ君さ、何だったの今の。カバネラ警部、目が覚めたのか。いや、なんであなた
私にやられてたんですか？今頭がぐるぐるしてはっきりしないんだけど、つまり僕が今そこで撃たれたカバネラってお調子者なわけ。まあそういうことになりますね。そうだが、そして君が今そこで僕を撃った極悪な人、まあそういうことにいやならないでしょう。私は今ここにいて、あいつはまあどっか行ったわけですから。なるわけないだろう君。え、だって赤い彼ならさっき部屋を出て行ったし、君一体誰なのかな。まあそういうことですよね。私はあいつではない。じゃあ誰なのか。まあこの姿は多分間違ってるんですよ。ずっとこいつだと思っていたけども、そうじゃなかった。どうやらもう認めざるを得ないようだ。私はあの男、シセルではない。私は私を探しているものだ。そのためにあんたを助けに来た。少なくともあんたは知っている、あの赤い男の情報をな。助けに来たか、そいつはいいなベイビー。確かにここにはこの国にとって重要な命が眠っている。それじゃあよろしく頼むよ君。あ、そうなんですよね。ここはね、カバネラさんだけじゃないんですよね、亡くなってるのは。それで君も操るものなのかな。私には死者の力があるようだ。しかし生きてるものを操ることはできないがな。とにかく気をつけた方がいいだろうね。目の前のあの赤い人は操るものだ。君の力のことは当然知っている。あ、だからその力を使おうもんなら、奴が君の存在に気がついたらちょっと厄介なことになるかもしれないからね。確かに気をつけるべきだな。まあでもそう言われるとやってみたくなりますよね。あの男、やはり全身から何かを放射している。これ第1話に戻って見てもらうと分かるんですけど、その時からもう出てますからね、この人物の体からね。特別な死者の証なのだろうか。そしたら、じゃあ分かりやすくこれを、するとなんだこれは。見たことのない死者の世界だ。対面ですね。やはり来たか。気づかれたか。まあまあ気づかれるでしょうね、あんなことしたらね。あんたのことは気づいていた。俺を止めるつもりか。あ、この時はまだこいつは私の正体に気づいてないんだな。あんたがなぜ俺の顔をしているのか知らんが、無駄だよ。俺は全てを操る。くそ。確かにこいつはすごいんだけども、ただこちらにしかできないこともありますからね。そっちにできなくて、そう、この白い警部さんの命もな。待て、撃つな。やはりもう一人の私は力をよく知っている。それあれだけ派手に動いたらバレるんじゃないかね君。まあそうですね、バレるつもりで動きましたけどね。この状況であんたを助けるのは難しいかもしれないな。とにかく奴の目の前で力を使うことはできない。じゃあもう一回戻って、そう、もう一人ね、ここには実は死者がいて、実はそこが鍵なんですよね。
さて、いや、この下もね、この下もすげえことになってるんですよ。これは一体なんか荒れ果ててますよね。一体何があった、あいつがやったのか、ぼんやりと思い出してきたよ。ここで何か辛いことが起こったんだ。そしてここにはもう一つの死が隠されている。なんだってもう一つの死。最初に言ったよね、ここにはこの国にとって重要な命が眠っていると。だからそれはあんたのことじゃないのか。僕はね、白いコートを着たただのお調子者だよ。この人がそこまで言う人っていうのは一体、あの鳩は、そういえばあのおじいさんはどこへ行ったのだろうか。あの鳩と一緒にいたね、おじいさんの姿が見えませんね。さあなんとか移動してきて、お、ここにもう一人死者が、ちょっといいだろうか。もうこの人はすぐ自分を取り戻すもんね。あんた起きているか。早い。鳩もいるし、鳩は死んでないですけどね。当然だろう。勤務中は寝ないことにしている。おお先生、僕が誰だかわかるかい。白いコートを着たお調子者は一人しか知らんな。このご老人、記憶を失っていない。失ったものは必ず見つけ出すたちでね。それにしてもカバネラ、また意外なやつを連れて現れたものだな。ここを吹っ飛ばしたやつが涼しい顔をしているが、あ、やっぱりじゃあこいつがここを吹っ飛ばしたんですね。私のことだろうか。じゃあここを吹っ飛ばした後にあいつはカバネラさんを、まあ操って殺したわけだ、最終的に。あ、彼は違うんだ。僕らを助けに来たそうだよ。じいさんと違って未だに記憶をなくしたままだけどね。ふーん、だらしないやつだろ。ひどいな。そうですね、結構いろんな、まあそう、場所に行って情報も得てきたんですけど、それが全てね、あの今振り出しに戻ったので、てんてこ前ですよね、こちらもね。てんてこの前ですよね。これから一緒に死の4分前に戻ってもらう。あんたの死の運命を変えるためにな。でもここはもう過去なんじゃないのかい。ここからさらに戻るのだ。すでに一度やったことがある。カマネラ警部の命を助ける道が見えない今、さらなる過去に何か手がかりがあるかもしれない。そうですね、さらに戻りましょうか。そこであいつとね、もう一回会うことできますからね。この人たちはこいつを調べてたわけですよね。何でも言わさないでくれよ、ここは危険なんだ先生。バカを言ってはいかん、今ここを離れられるか。今こいつは完全に死んでいる。そしてやはり反応がある。いや、こいつはね、もう10年前に死んでますから。だからまあ輪廻に殺されたっていうのも嘘なわけですよね。これが奴の力の正体だ。こいつを取り出せばそいつは死んでるんじゃない、そこにいないんだよ。操る者の正体は目に見える存在、魂さ。何をバカな。そこは信用してくれないんだな。ふっふっふ、よくそこまでたどり着いたな。そこに入ったか。まんまとやられたよ、カバネラ警部。
お、本当なのか。お前は今夜あんたのおかげで随分時間を無駄にしたぜ。あんたの言う通りだよ、カバネラ警部。俺は10年前に死んだ。この体は抜け殻にすぎない。ここであれってなることがあるわけですよ。あの第1話でフネリから死者はね、その夜明け、朝日に当たったら死ぬみたいな、消滅するみたいな話をしてたんですけど、こいつは、10年間生きてるわけですよね。あれと、おかしいなとなるんですが、すべてを操る層、抜け殻も人間もな、こいつだけは特別なのかもしれませんが、法務大臣や輪廻刑事はそうしてやったように、やはり君がベイビーを操っていたんだな。ベイビーの体を使って君の抜け殻を打たせた。一体なぜあんなことをしたんだ。決定的な証拠を作るためさ、あの防犯カメラの映像、あれ見たらね、リンネさんがあなたを殺しているように見えますもんね。これで彼女も殺人犯だ。ジョードと同じ苦しみを味わう。そのためか。さて先生、気の毒だが死んでもらうよ。あんたには感謝しているし、何の恨みもないがね。それならば生かしておいてもいいんじゃないかの。今夜俺はこの国から永久に立ち去る。その前にこの力に関する痕跡は全て消しておきたいのさ。この部屋の仕掛けと一緒にな。あ、よりにもってその仕掛けを使って、よりにもよって、今度は正しい仕掛けで全てを終わりにしよう。キューピッドは回転せず、このまま矢を放つ。てか、なんでそこに爆弾があるんだっていう話なんですけど、じいさん危ない。いや、これ厄介なんですよね。助け方も工夫しなきゃいけないわけですよ。ダイナマイトか、ヤズメ、いつの間に、あ、そっか、あいつがあのダイナマイトを置いてたのか。そう、あいつにバレないように助けないと、あのじいさんは助けられない。今夜あいつは全て仕組んでいたんだ。ベイビーに自分を射殺させる。そしてその死体が消える。死体が消える。そう、こいつは、そう、向こうサイドの人間ですからね。あの監察医の先生だよ。彼は真っ赤な、いや真っ青な偽物だったのさ。いや、もう顔色的に確かに分かりやすかったですけどね。ラボに死体を持ち帰ると言って、ヤスの亡骸を運び出して、ヤスの魂と落ち合って引き渡す計画だったのさ。なるほど。だからね、僕がそうはさせなかったんだ。練習の計画を見抜いていたのか。まあ、あの先生の顔色を見れば一発でわかるからね。だから彼を買収したんだ。買収？死体を盗み出したら、こっそりこの部屋に運び込むようにって。ヤスの力、その正体を探り出すはずだったんだ。まさか死者の力とは思いもよらなかったけどね。だから慌ててカバネラさんはここに来たんですね。とにかくもう時間がない。ヤスは夜明け前にこの国を出て行っちまう。もちろんあとを追う。あんたたちを助けてからな。一つだけ心に引っかかる。今夜あのクネクネ氏は私にこう言ったはずだ。魂は夜明けとともに消滅すると。それならばなぜ10年前の死者が今も存在しているのか。あいついろいろ特別ってのはあるんですけどね。考えるよりもね、今は行動しようじゃないか。さあ、さらなる過去の世界へ。まあでも、どうするかなんですけどね。これはね、シセルだけの力じゃちょっと厳しいものがあるんですよね。じゃあ君、少々いとあの爆発を止めてくれよ。
あんた、簡単に言ってくれるな。しかもそれでは意味がない、まあ、別の殺され方するだけですもんね。爆発を止めても他の方法でやられちまうよ。じゃあ君、ちょちょいと赤いやつをやっつけてくれよ。まあ、それができるならすぐやりますけど。あんたさらに簡単に言ってくれるな。やっつけるも何も死者ですからね。しかもそれはおそらく無理だろう。ヤッコさん爆発でもテロリとしていたからな。じゃあどうすれば。まあ一番いいのはあの爆発の中ヤスに気づかれずに助けることだ。どいつもこいつも気軽に無茶を言ってくれるな。まあ何にせよちょちょいと頼むよ。簡単に言ってくれるな。さて、まあ、本当やれることが限られてるんですよね。まあでもここが実は重要で、まあ、ここが開くならそのまま下に落とせるじゃないですか。ダメだ、開くことができない。先生が上に乗ってるからかな。こう見えて私もかなりどっしり構えとるからな。自慢げに言われても。この扉だけど、せっかくなら下に開けばよかったのにね。人生うまくいかないもんだな先生。あ、そっか、これ上に開くんだよね。下に開けばそのまま下に落ちるもんね。そうすればだからこそ2人とも死んどるわけだから、下に開く扉か、まあ、これがヒントなわけですよ。もちろん痩せれるわけはないんですが、こいつは一体、こいつにはあの隕石のデータが入力してあるのだよ。アシュタールの放射線を検知すると反応するわけだ。そういうわけだそうだよ。便利だね。深く考えないのも時には重要だな。やれやれ、嘆かわしい連中だの。まあ、とりあえずこれ待つしかないよね。映れるところがね、限られてるんですよ。そう、これが大事なんだよな。またこのチューチュー氏がね、重要になってくるわけなんですけど、まあ今はまだその時ではない。本当にギリギリのその瞬間にまあ動くわけですよね。今夜俺はこの国から永久に脱出する。その前にこの力に関する痕跡は全て消しておきたいのさ。この部屋の仕掛けと一緒にな。やばい、このままだとやばいわけなんですが、なあ、もしかして気づいてるかもしれないが、もうお時間が迫ってるようだね。ああ、分かっている、もしかしなくてもな。しかしあまりにも操るものが少なすぎる。なすすべなしというやつかの。このままではこっちも手詰まりになる。シセルさん、この声は、助けてください。まさかあの小動物がどこにいるんだ。ああ、流される。見つけてください。なんだいこの儚げな叫びは。どこかに彼がいる。味方なのか。そうだな、味方だな。強力な、ああ、儚い見た目と裏腹に強力だ。私にはできないようなことでも彼がいればできる。見つけてくれと言ってるようだが、流されるとも言ってたみたいだね。もう時間がない、探してみるべきか。流されるということはここですよね。シセルさん、僕ってはここです。おお、確かあんたはミサイルです。何をしているのだ、こんなところで。それを引
きますか？引いてしまうのですか？ただ流されてきたと。いや、やっぱりいい。とにかくあんたの力が必要だ。協力してくれるな？もちろんです。とにかく今そっちに行きますね。さあ、ミサイルがいればいろいろやれると。それではステルさん、よろしくお願いします。これでほんの少し流れが変わった。下水の流れはほんの少し臭いですけども。それは大変だったね。ただこれからもいろいろ頑張ってもらいますよ。大変な時なんでね。さあ、張り切って爆発を止めましょう。いや、それはダメだ。じゃあ、あの赤い人をやっつけちゃいますか。いや、それもダメだ。あれもダメ、これもダメ。どうかと思いますね、僕。爆発は止めない。その上、奴に気づかれないようジーズさんを助け出す。鍵を握るのはあんたの力だ。その資格はありませんけど、頑張ります。数秒間の勝負、最後の瞬間を見逃すな。さて、ではね、ミサイルに頑張ってもらいましょうか。このチューチュー氏がね、大事なんですよ。チューチュー氏が何やらさばいているな。ステルさん、僕の野生が怪しくざわめいています。それはまあな、前世の記憶が、まあ、前世というか犬の頃の記憶が追い回したかったら、まず命を取り戻すことだな。そうだな、それからだな。どうやらあのゴミバケツにご馳走があるようだ。連中いつもはもっと大騒ぎしとるんだがな。大騒ぎか、なるほどね。まあでもこっちの方が向こうに行きやすいですよね。じゃあこっちに変えてみましょうと。すると、ああ、もうどん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 、ああ、もうお祭り騒ぎ大騒ぎですね。これさ、ちょっとした大騒ぎだね。見たか、バケツが踊り出した。実はさ、僕も踊り出したい気分だね。僕の野生ももう暴れ出さんばかりです。危険な連中だ。みんな本能がね、いろいろ訴えかけてるようですけども、大事だな、こっからですよ。さあ、待て、ミスったな。ミスった、そっか、もっと早くだ。あー、なるほどね。やり直しましょう。久々で忘れてたけど、こっからはもうね、その取り替えの連続でね。まずこれ取り替えて、お祭り騒ぎにして、蓋が落ちます。で、ここでこれと取り替えます。あ、映れない。さあ、よし、あとはこれとこれを取り替えれば
まあ、大きさが違うわけですからね。するとあのじいさんはどうなるか。下に落ちるわけですよね。でちょうどよくカマネラさんがあいつの視界を塞いでくれているおかげでバレずにじいさんは下に落ちると。悪く思わないでくれ、冴えないハト君よ。すげえポーズしてますねカバネラさん。さてとカバネラ警部さん、ぐっ、あんたには一働きしてもらいたいんだがね。動けないよ、骨を 4,5 本やられたみたいだからな。俺があんたを操るのは別に構わないがね。その場合あんたの激痛はシャレにならないだろうな。くそ。でまあ上の出来事につながっていくのか。なんとかじいさんは助かったようですね。助けられたようだ。驚いたことにあんたらは見事やってのけたようだの。まあミサイルのおかげだな。すまないな川根ら警部、あんたまで手が回らなかった。おかげで僕はあそこで目が回っているわけだけどね。まあ問題ないさ、いいものを見せてもらったし、ラブリーな消失の手品をね。まあ残念ながら見事に消えたのは鳩ではなかったかな。じいさんだったわけだがな。なんだ死んでる方がマシみたいな顔をしよって。いや思い出しちまってね、今頃現実の僕はかわいそうな法務大臣さんを脅しつけているんだなって。あの電話か、確かにひどいショックを受けていたな。まあでもそれをねこれから買いに行くわけですから。あちょっといいですかあなた。ダメじゃないですかそんなことしちゃまさか犬に言われるとはね。なんだいこの生き物は。ああその小動物くんならカノン城を守る侍だ。残念ながら現在は生き物と呼べないが、ここにいるのはみんなね元使者みたいな。元というかまあ現使者かカノン。クソなんてことだ、まったく。まさかあの子が人質に取られたなんて。確かに運命のいたずらにしては悪質すぎるの。ちょっと待ってください、カノン様が人質。あそうなんだよミサイル。ああすまないな侍くん。カノン様一体何ですか人質って。まあまあとにかくカバネラ警部、次こそはあんたの命を助ける番だな。話はそれからだミサイル。だけどさっきは手も足も出ないようだったよ。今は違いますともねえステルさん。あ、我々が力を合わせれば状況は変わる。ミサイルがいればねなんとかなるでしょう。白い警部さんを助けてカノン城を助けに行く。いいな。はい、さっさと片付けちまいましょう。切ないな、なんだかそうなんですよ、我々はここでくすぶってるわけにはいかないんでね、さっさとやらせてもらいますよ。では始めようか。カマネラ警部は今地上の部屋にいるはずだ。まずはそこへ向かうとしよう。ステルさん、それじゃあ僕先に行って待ってますね。すげえなこれどうやって行くんだっけ。あそっか、ハトが運んでくれるのか。それじゃあ頼んだぞドバトよ。そこの検視機にいるゴースト君をちょいと持ち上げてやってくれ。これさ、このままこのまま放置してたらどうなるんだっけなかなか根性のあるハト君だな。彼が力尽きる前に上へ向かうとしようか。ミサイルが待っている、急いだ方がいいな。だけどちょっと待ってみましょうか
割と早く力尽きるんだなもうダメですよねしまった、鳩締め、力尽きてしまったようだ。それともサジを投げたという意思表示かもな。とにかくまずは上に行かなければ始まらない。今回は始まる前に終わっちまったようだね。もう一度やり直した方がいいか。私のドバトをコギ使わないでくれよ。あのハトシ、ドバトというのか。そうですね、まあとりあえずこれはやり直しましょう。